SF 作家の安木さんが死亡、自殺家兵庫姫路、12日午前7時20分ごろ、兵庫県姫路市の住宅の敷地内でこの家に住む安木正義さんが亡くなっているのを付近の住民が見つけ110番、110番を通報した、兵庫県須磨署は自殺として調べている、安木さんは一人暮らし。 平成15年デビュー作「夢見る猫は宇宙に眠る」で第5回日本 SF 新人賞を受賞し SF 小説を中心に執筆活動を続けていた同書によると安木さんは物置小屋の屋根で首を吊っていたと遺書などは見つかっていないが最近は周囲に仕事が減ったなどを漏らしていたという兵庫県姫路市出身九州国際大学法 法系学部卒業出版社での、えー、勤務を経てその後はアルバイトの傍ら小説を執筆されていたと平成15年に、えー「夢見る猫は宇宙に眠るが」が第,第5回の日本 SF 新人賞を受賞しているという実績もお持ちの、えー、作家の方ですけどもねうん49歳という、ね、若さでね 自殺かということなんですけども、今や出版状況、不況によって、本の雑誌媒体だけでもねなかなか難しい状態になったのかなと、そこも影響しているのかなと思うんですけどね、本当にお気の毒にというか、これだけの才能を、実績を持ちながら、えーまあ、電車で本を読んでいる人というのは今は、ね、少ないですしね、結構本屋とかも潰れていってしまって。 うん、小説を書いてやっぱ生活できる人っていうのは限られてるってことですかね、年々、やっぱり昔よりも減っていってしまっているのかなと思うんですけども、ほ、まあ、他にまあバイトなりすればあ,あればよかったんでしょうけども、うん、なかなか難しいところなんでしょうかね、うん、まだまだ、ね、若いのに残念ですけども、やっぱり感受性が豊かで、想像力が豊かな、えー、作家さん。 であるからこそ今のご時世で明るい未来が見えづらかったのでしょうかとてもね悲しいですねとにかくね生きていただきたかったかなと思いますねまた行き詰まった時にねそばにと寝、ね、いてくれる家族がいなかったっていうのもね辛いのかもしれないですよねということで、えー、安木正義 さんのご冥福をお祈りしますということで、本日のニュースためになったという方はチャンネル登録、高評価をお願いいたします。では次のニュースでお会いしましょう。それでは、さよなら。